富士宮フランス料理店レストランミツ石川光弘です。富士の国食の都の祭典では富士山伏流水が育む恵み、富士宮の特産を生かした料理で皆様をもてなしさせていただきます。提供するメニューは富士宮ニジマスのポワレクレソンソースです。この料理の食材は白糸滝養魚場のニジマス富士山レインボーと清流に自生するクレソンを使った富士山麓ならではの一皿です。料理の作り方ですが、まずクレソンとソースの材料をミキサーにかけソースを作ります。次に丸のニジマスをおろし、皮付きで切り身にします。この切り身にした魚に塩コショウし、フライパンでオリーブオイルを使い、皮面をカリッとなるようにポワレします。さらにポワレしたニジマスとクレソンのソースとフレッシュのクレソンを添えて仕上げます。これで仕上がりました。どうぞ皆さんご来場をお待ちしております。